セントトーマス、2015年撮影。ネバダ州セントトーマスに残る遺構は、長年にわたってミード湖に水没していた。ミード湖の水位が徐々に上昇する中、放置された建物の近くを進むサルベージの一行。ネバダ州セントトーマス、建物の土台。ネバダ州内の一セントトーマスは、アメリカ合衆国ネバダ州クラーク軍のマディ川が、 コロラド側に合流する付近に位置するゴーストタウン。セントトーマスは1930年代に集落全体が合衆国連邦政府に買い上げられミード湖の湖底に沈んだ。しかし2000年代にミード湖の水位が下がったため集落の移行が再び姿を表すようになった。現在は国立保養地として設定されているミード湖国立保養地の一部となっている。 この集落はトーマス・スミスに率いられたモルモン教信徒の入植者たちによって1865年に創建された。最盛期の人口は500人ほどで農場や様々な事業が集まる町として確立され、一時期にはアリゾナ順州パヒューテグの軍庁所在地であった。モルモン教徒たちは1871年2月にセントトーマスを放棄したが、これは 土地測量調査の結果、ネバダ州の宗教を一度東へ移し、それまでアリゾナ巡州やユタ巡州に帰属し、マディミッションと称されていたボルモン教徒たちの開拓地の全域がネバダ州に移管されたためであった。ついで、ネバダ州政府は住民から集める可燃度分の税金を金でしか受け取らないという方策を打ち出した。これを受けて、セントトーマスの住民たちは、 1871年に税金を支払うことなく立ち去ることを選んだ。モルモン教徒たちはユタへ移動し、大部分は当時ロングバレーと称されていた、現在のグレンデール、オーダービル、マウント、カーメルジャンクションといった地域に入植した。1871年にモルモン教徒たちが去った時、彼らは家屋などを破壊したと言われている。立ち去らずに、 当地に泊まることを選んだごく少数の一人は、ダニエル・ボネリといい、農場を営む傍ら、工業も営み、ジャンクションシティ、後のリオビルで、コロラド側のボネリズフェリーも経営していた。最初期の入植者たちが去った後、1880年代には、新たなボルモン京都の入植者たちが、セントトーマスをはじめ周辺地域の各地に到来した。フーバーダムが建設され、 コロラド側の水位が上昇すると町は放棄を余儀なくされ最後の一人となった住民ヒューロードは1938年6月11日に町を離れた。セントトーマスの遺構はミード湖の水位低下によって再び姿を現しアメリカ合衆国国立公園局によって史跡として保全されるようになった。もともとセントトーマスにあった墓地は ネバダ州オーバートンに移されており、そこにはセントトーマスについての調査を行うセンターもあって、マディガワ流域の歴史愛好について、現在も考古学調査が進められている。ありがとうございます。